シャーペンニュース250シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週読んだ情報をできるだけ丁寧にまとめていく動画でございます。10周年ニュース一発目のモンストニュースだったんですけども、まだまだ10周年終わってないぞ感がありましたね。ということで何が発表されたのでしょうか。ニュース外で判明した情報をまずでご覧ください。どうぞ。まずは雨の渦目獣神化カイドウ、水属性の周遊とかフリーズとかの影響で他の属性も2020年獣神化のキャラクターが来る可能性あるかなと思ってたのは普通に順当に古めの渦目でしたね。で性能がこちら、まず思うのはアビリティがギミック対応でコネクトスキルがキラーって、これ本当にカイの理想とも言える組み合わせなんですよね。コネクトスキルを発動しなくてもそのクエストに連れていくことできて、発動したらより火力出せるよって感じになるんで、カイは最初からこういうのだったらいいのになと思ってましたね。で SS は順当にアイテムの吸収要素を獲得しておりまして、で友情コンボも両方とも順と強化ではどんぐりも受け継いで超絶にやってますね。でこれはどっちも敵を麻痺にさせる可能性があるんで、一長一短、動きを止められることはあるんですけども、ドクロの発動とか邪魔になる可能性があるんでクエスト次第って感じですね。で今のところこれといった仕事ないと思うんですけども、重力転送壁のセットにお涼がいまして、お涼がかなり怪しいキャラクターでして、あの性能なのにコネクトスキルめっちゃ厳しかったんで何かに備えてる感がプンプンするんですよね。なのでそこでの活躍に期待したいなと思います。一旦重心かかい、おはようございます。続きまして、新たな進化形態新獣進化詳細発表と、これは10周年ニュースで告知がされてまして、今回のメイン発表だったんではないかなと思われます。ということで内容を見ていくと、まず新獣進化解禁されるのがなんと早くも明日の12時ですね。そして新獣進化のやり方は専用の素材を使用することでできると、その素材に関しては明記されてなかったんですけども、新獣進化にした場合でも戻すことは可能になってますね。ただこの後の理由でよっぽどのことなかったら戻す必要はないんかなと思ってますね。で続きまして、新獣進化の特徴、獣進化界でいうところのコネクトスキルあるんですけども、それがショットスキルとアシストスキルというものを持っていると。でこれに加えて獣神化界と同じくレベル1000系解放済みで、さらにコネクトスキルは持ってないということで、アビリティは獣神化のような感じで、もちろん条件とかはないですね。でショットスキルはわかりやすいとか、言ったらこれはアビリティですからね、打った際に発動するアビリティのようなもんなんで。ただ特徴的なのはアシストスキルでありまして、アシストスキルの効果が発動するのは新獣神化以外のキャラクターだよっていう。でそしてこのアシストスキルの効果同じだった場合は重複はしない。で効果は一緒だけども値が違うよって場合は高い方が優先されるって、これは公式の例に書いてますね。という仕様があるんで、これ新獣進化のキャラクターを複数で編成するメリットってのはあんまないんですよね。言ったらそのパーティーのリーダーみたいな立ち位置になるんかなっていう。なので複数体や艦隊編成防いでるっていうのは獣神化界と似てるんですけども、ただこっちはポジティブな観点というか、獣神化界は、コネクトスキルが発動しなかったらむしろ獣神化より弱くなるってデメリットがあったんですけども、こっちはアシストスキルを活かしたらより強くなるよってプラスの話なんで、全然こっちは印象がいいなってなりますね。ということを踏まえて性能を見ていきましょう。まずはストライクの新獣神化。まずアビリティ念願の原則壁対応を獲得しておりまして、で獣神化の時に所持していたカウンターキラーとショットスキルの、これは言ったら倍率の低いファーストキラーですかね、これで火力を強化していると。で SS はランダだったんですけども、ブロック無効化の自強化となりまして、回転率も8ターンからとなってるっていう。でそして友情コンボ、この時代にレーザー化よってなるんですけども、長強になっておりまして、長強となったレーザーの威力は約10倍になってるよって、もう脅威の上がり幅を見せてますね。ただ注目はやっぱりついに現れた期間限定でない天魔用の鉄製キャラクターってところでありまして、もちろん最適ではないと思うんですけども、アシストスキルの存在がありまして、これによってニュートンアルファアムロとかの火力をさらに高めることができるというのは利点ですね。十分一枠入れてもいいんじゃないかなと思います。で続きまして、ナナミの新獣神化、主要の地雷対応を獲得していて、ファーストキラーとショットスキルの味方に触れると1体につき攻撃力が 5% アップ、これはたまにクエストで登場するギミックのような先見たまとかそうですけども、これによって自身の火力を強化しつつ、アシストスキルも味方の攻撃力がシンプルに3000アップって、もう分かりやすく優秀ですね。そして高いスピードかつ貫通ってのもあって、どっか飛んでいくこともない吹っ飛ばし SS は健在でありまして、うまく扱ったらおそらくゲージ飛ばし狙えるんではないかなと思われます。で新友情コンボの爆絶ブレスは超絶から約3倍の火力になってるらしいですね。ちょっと現状ここぞという仕事は少ないんですけども、シンプルかつ優秀なアシストスキルも、他も確実にスペックは高いと思うんで、今後に期待する枠というか、結構アシストスキルの影響で雑に編成してもいいんじゃないかなと思いましたね。でそしてロキの新獣進化、転送壁対応を獲得したことによってかなり優秀な4種セットとなっておりまして、 SS 短縮のアビリティとショットスキルの壁に触れた際に SS を2ターン短縮するで自分の SS で、さらにアシストスキルでは味方の SS をゲーム開始時に SS ターン2ターン短縮で、自他ともに短縮できると。でこれによって自分は爆発の SS をどんどん貯めることができて、で友情コンボはレーザーが長距離になってるんで、こっちも10倍になってますね。ロキといったら従来は友情主体の砲台役って感じはありましたけども、今後はこのアシストスキルを生かして SS 短縮で高速周回のパーツになる可能性がありそうで、新しい道が開けたんではないかなと思います。ということで今の段階でもちょっと面白いなって感じますね、このアシストスキルショットスキル。ここで優劣をつけるんであれば、天魔4困ってるんだったらもちろんストライクで、それ以外だったらロキが強いんかなと思いましたね。ナナミは現状これといった仕事はないんですけども、これも面白い性能に感じて、かなり面白い進化形態になってるなと感じますね。ただこの新獣進化にするためには素材集めが必要でありまして、これも重要ですね。でこの新獣進化に必要な素材なんですけども、新獣進化力
と各属性専用の真珠進化力どちらかが必要と。これを500個分使うと真珠進化にできるらしいですね。で集め方なんですけど、まず一つ目がログインをしようと、連続ログインを継続することでよりいっぱいもらえます。でもう一個が専用クエストのクリアでありまして、正しく真珠進化力を求めてというクエストが登場すると。でこのクエストに挑戦するためには採掘ポイントってのが必要で、最大所持数は3で、毎週月曜の朝4時に回復するんで、書いてありますけども、挑戦できるのは毎週3回までとなっておりますと。でさらにこのクエストは簡単な方と難しい方に分かれていて、もちろん難しい方をクリアした方がより多くの真珠進化力がもらえると。でそして難しい方は毎月クエストも変わるらしいんで、まあ、ここでまた鉄製になるキャラクターってのは価値が上がるんじゃないかなと思っております。さらに詳しく見ていくと、真珠進化力はこんな感じで、専用の宝箱のみからドロップするんで、運枠の編成は不要と。もガチガチのパーティーで3回クリアしようってことですね。で敗北やリタイアした場合は採掘ポイントは消費されないんで、難易度にもよりますけども、頑張ってでも難しい方のクエストをクリアする価値は十分ありますね。であとマルチプレイも可能になってるんですけども、ゲスト側も採掘ポイントを使うんで、回数としてはソロやホストであるので一緒ですし、まあ、ドロップもこの宝箱だけなんで、メリットはほぼないですね。やる場合は単純に鉄製キャラクターとか少なくて、まあ、クリアできない場合はマルチで一緒に頑張ろうってことになっております。でさらにこれに加えて採掘券になるものもありまして、まあ、これを使うことによってクエストに挑戦することも可能と。でこの採掘券はオーブ1個と引き換え可能で、まあ、1日1回まで、まあ、だから毎日ログインオーブ1個使って引き換えるってことはできますね。という感じでかなりコツコツ集めていくものになってるんですけども、今回は真珠進化の登場を記念して500個もらえるんで、まあ、誰か1体は真珠進化にすることができますね。であとはモンストの日のラック引き換えに各属性のやつもあるんで、これも忘れずに引き換えましょうという仕様で、真珠進化が明日の12時から解禁されます。まあ、ちょっと分かんなかったという方はまあゆっくりと慣れていきましょう。でそういう方に向けての注意点としては、もう温存しようっていう、まあおそらく真珠進化の実装ペースはまあ早くても月1だと思うんですけども、まあそれとかあと複数編成のメリットがそんなにないんで、まあとりあえず真珠進化は1体しておけば OK って感じがあって、その点から素材が枯渇する心配っていうのは今のところはないんじゃないかなと思ってるんですけども、ただ現状超貴重なアイテムには変わりないんで、まあ、プレゼントされる500個は、まあ、使わずに温存するっていうのも十分ありではないかなと思います。まあ、情報とか出揃うまで、まあ、今すぐ真珠進化をするケースはやっぱり天馬4困ってる層はやる感じになるんかなと思っております。ということで、今後の真珠進化に幸あれ。続きまして、東京リベンジャーズコラボ追加情報ということで、こちらも発表がありました。まずは超究極の芝大治の降臨と、初降臨が明日の19時からで、クエストの仕様がラックプラス99なんで運悪不要、ガチガチのパーティーで周回していきましょう。でさらに期間限定ミッションとして、花垣匠を編成してクエストをクリアすると、東京リベンジャーズ仕様のストライカーカードがもらえます。先日動画投稿したんですけども、ギミック判明しておりまして、コラボでギミック対応してるキャラクターマイキーなんで、まあその後貫通有利になるかなと思うんですけども、まあただ反射が OK ともなるところのギミックから、ドレイン持ってるデガとかルナはかなり優秀になるんじゃないかなと思ってますね。あとは超ハイスペックのコナンがどういう立ち位置になるかってのは気になる。であと花垣匠編成のミッションに関しては、神化が回復ソースになるヒーリングボムスロー持ってるんで、多分これが一番このクエストにおいては優秀だと思ってるんですけど、まあ予想の範囲ですけども、優先して回収してもいいんじゃないかなと思います。でさらにもう一個追加情報がありまして、リベンジバトルと、これも今日始まってるんで、実際の映像を見ていくと、まあ、こんな感じでトレジャー9のような仕様になっておりまして、まあ簡単に言ったのは HP が0になる前にマイキー見つけようっていう、マイキーを見つけた瞬間その敵が倒せるんで、ね、で HP が0になるまで挑戦可能で、0になったら敗北となって、その日はできなくなる。で翌日は HP 全回復に加えてターゲットが透けて見えるようになるんで、で僕初日は運よくここまで来たんで、割と緩い可能性はありますね。でこのミッションで入手できるキャラクターが芝8回で、報酬一覧はこのようになっております。こちらも忘れずにやっていきましょう。でそして10周年感謝キャンペーンと、まずは期間限定10周年記念パック登場で、まあ、これは言ったら振り返りがちでありまして、アルファキャラクターを含んだ限定キャラクターも入ってるんで、まあ、これを購入できるんであればおすすめでございます。で続きまして、10周年豪絶感謝マルチガチャ開催ということで、すでに始まっております。僕もちょっと聞いた動画投稿したんで、よかったら結果見ていただけると嬉しいです。で次が覇者の塔のスタミナ2分の1と助っ人みんなしで、お助けデッキが使用可能で、期間限定ミッションでランク100と1000達成すると、星6確定ガチャが1回ずつ回せます。でそして最後に特エルの園開催ということで、いやこれやってくれると思わなかったですね。年末にやると思うんで、ちょ感覚的にもう無理かなと思っていたら、10周年を記念しての開催ということで、これも忘れずに、10日から毎日やっていきましょう。改めて10周年おめでとうございます。でそして新たな爆絶が降臨ということで、ロールと、まあ、このイラストとかロールプレイングゲームロールから分かりますけれども、ゲームを題材にしてそうで、ちょっと個人的に楽しみなシリーズですね。初降臨が来週の金曜日の13日の19時からと。で新しいシリーズということで、 EX クエストも注目でございます。でいつも通りトレジャー9も開催されて、これによって桃源郷のトレジャー9も間もなく終了するんで、お忘れなく。次回のモンストの日は本当のモンストの10周年となる10月10日、ラック引き換えがレベルの書1枚、特玉1個、重流力2個、ラキモン3種類所持で英雄の書1枚で、注目の降臨クエストはこちらでございます。まあ、東京リベンジャーズコラボの唯一のモンストの日でもあるんで、どちらも忘れずにやっていきましょう。来週のラッキーモンスターはこちらでデリバー作っておきましょう。
まあ、ということで個人的ですけど、今のところ新獣神化はもう獣神化カイトの相対評価もありますけども、今のところかなり好感触ですね。これに関しては明日実際に体験してみようかなと思っております。よかったらコメント欄か皆さんの気になった情報がありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでにチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。今後もぜひ、ではご視聴ありがとうございました。新さよなら獣神化。